誰だ。天音美沙から奪ったノートはどこですか。知るかそんなもん。宇田川博樹31歳、元探偵事務所調査員。3年前会社の資金を使い込んだ罪で逮捕されるが証拠不十分で釈放。けど今は詐欺まがいの投資を行う組織の一員ですよね。何なんだよガキが。素直に全部話してください。うるせえ。あら、やっちゃった。先に手出したのはお前の方だからな。分かってんなこのクソ野郎。うわ。なんだ。裏側は天音美沙からノートを奪ったらしいよ。でも持ってなかった。そのノートはどこに。ごめん、名前までは聞けなかったんだけど、ケンジに渡したんだって。ケンジ。ところでさ、死んじゃったよ。